もしゅんです。こんにちは。すずです。こんにちは。ことこです。こんにちは。今回はしゅんダイアリーとテレビ愛知日経新聞が共同で手掛けるローカルビジネスサテライト LBS がコラボレーションしたしゅんダイアリー LBS の企画となっております。5回にわたって愛知の企業の多様な情報を届けられたなと思います。それでは早速今回の企画に移ります。今回はこれまで LBS さんで取材してこられたあの企業さんの中から僕らがいいと思った企業を一人一社ずつピックアップしたのでプレゼンできたらなと思ってます。で、皆さんもどの会社がいいと思ったかぜひコメント欄とかで教えていただけたらなと思ってます。じゃあまず僕から行こうと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。一社目に紹介するのはデンソーさんです。ちなみに2人はデンソーって聞いたことありますか？ない。デンソーさんは年商6兆円超え、自動車部品メーカーとしては世界第2位の売り上げです。まさに自動車メーカーのブーリングカンパニーです。デンソーさんは車の部品をメインに扱ってますが、産業用ロボットの開発もしているほか、なんとあの QR コードも開発したんです。ちなみに皆さんはデンソーさんに興味持っていますか？今まだ。いやあんまりまだ、ね、分かんないちなみに理由とかありますか？やっぱ自動車部品ってなんか将来大丈夫かなみたいな、将来性のところでちょっと私は不安がありますね。実際に現在電気自動車が台頭している中、自動車部品の部品点数が半減するという予測も出ており、自動車部品メーカーとしては危機的状況にありました。怖いですね、危険ですね。ただデンソーはその状況下でこれまで培ってきたロボットの開発技術や生産改善技術などを活用し、様々な分野で売り上げを伸ばし続けています。具体的な取り組みを紹介しようと思います。自動運転の制御システムなどの開発を行う合弁会社の設立、減少傾向が強い農業の分野でその人手不足を解決する自動収穫機械の開発、デンソーは世界中の農作業を自動化する意気込みです。つまりデンソーは従来の自動車部品で手堅く稼ぎ、自動運転システムや農業の自動化などソフト面を伸ばすことで自動車関連事業の頭打ちに備えているということです。メーカー企業でありながら新たな挑戦に非常に前向きなことがこのことから伝わるんじゃないでしょうか。伝わりました、はい、本当かよそれでは最後にデンソーさんが求める人物像についてお話しできたらと思います。まずどのような人が向いてるかなんですけど、自ら学び、自ら考え、新たな価値の実現に向けて挑戦し続けていく人材を求めています。続いて働く環境ですが、初任給は22万8000円、ただ会社全体の平均年収は811万になっています。高いですね。福利厚生については従業員の多様な価値観ニーズに応えるというコンセプトで、デンソーカフェテリアプランという選択型福利厚生制度を導入。毎年会社からポイントが付与され、さまざまな福利厚生メニューの中から自分が選択したメニューから重点的にポイントが使える制度となっています。はい、それでは私が2社目に紹介するのは米兵さんです。皆さんはブランド品は好きですか？まあそこまで私は好きですじゃあブランド品を売りに出したことはありますか？あります。ないです。その時に価格を決める時間がありましたよね。はい。そのブランドの査定を DX 化し AI 査定を開発したのが米兵さんです。査定時間の削減、必要とされていた知識をサポートすることが可能になりました。今や国内最大級のリユースショップとなっています。それでは売上や将来性を見ていきましょう。売上高は589億円。小売企業と聞くと不安定そうだなとか減少傾向にあるのかなというイメージを持たれると思うのですが、リユースの分野はインバウンドの効果もあり絶好調なんです。へー、本当ですか？はい、本当ですここまで聞いてきて働きたいと思いましたか？まだ、なんか働き方とかはよくわからないです。すごいなとは思ったけど、働きたいとはならなかったですね。ですよねなので今回は実際の社員さんにお話を聞いてみました。入社3年目の松井さんはたくさんのお客様に素敵なものとの出会いを提供できる、18年目の長野さんはチームとしての成長ができることと言ってます。それって他の会社も一緒な気もするんですけど、どうですか？今お話ししたやりがいだったり働いてみて良かった部分について概要欄にも貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後に米兵さんの働く環境を見ていきましょう。さまざまなコースがあり、コースごとに異なってきますが、例えばエキスパートコースの関東エリアでは大学卒約25万となっています。その他の働く環境に関しては時間外労働が月7時間だったり、年間休日が115日あることから、私生活もしっかり充実させられる働き方であることがわかりますね。へー、また子育て等の福利厚生も充実しているので、子供ができても安心して働くことができます。以上で米兵さんの発表を終わります。3社目
に紹介するのは余白文化株式会社さんです。皆さん子供は好きですか？好きです。好きです。おー、将来子供欲しいなって思いますか？10人ぐらい2人すごい。おー、なんかその時子供ができて心配だなって思うこととかってありますか？どっかに行っちゃったり事故に遭ったりしたら不安です。ですよね。実際に最近保育園や幼稚園でのバスの置き去り事故がニュースになったり、現場では園からの脱走や野外保育中の迷子が問題になったりしていますよね。その置き去り事故や迷子になる事故をゼロにする取り組みをしているのがこの余白文化株式会社さんです。この余白文化株式会社さんなんですけれども、日本の方ではなくて中国の女性の方のロ・チョウカさんという方が代表を務めています。 Hi Kids というアプリはたくさんの子どもの位置情報を一度に画面上にて確認できるアプリとなっています。このアプリは中国の放牧現場での牛の位置情報管理システムの機能を応用しています。中国といえば AI や DX の最先端というようなイメージがあると思いますが、この会社なんと元マイクロソフトのエンジニアをはじめ優秀なプログラマーの方々が在籍していて開発することができました。さらにこの置き去り事故や迷子だけではなくて子どもの心拍数を測定して健康状態を管理するという機能も開発しているということで、これがもし実現すれば体調不良の察知や昼寝中などの突然死などの事故を減らすことができるようになるのではないかというふうに言われています。とにかく子どものことを考え、その命を AI の力で全力で守っていく、本当に素敵な会社さんですよね。さらにこの技術アプリは老人ホームやペット業界でも活用できるのではないかと言われていて、今後の成長も見込まれています。それでは最後に余白文化株式会社さんの働く環境について見ていきましょう。初任給に関しては経験者であれば月収25万円から30万円、未経験者の場合は18万円から25万円だそうです。そしておすすめポイントはリモート OK、 フレックス導入、残業ほぼゼロと働き方に関しては自由度がとても高いそうです。へえ、なんかベンチャーなのにすごいですね。ベンチャーだからこそかもしれないですね。ということで、余白文化株式会社さんの紹介終わります。はい、ということでここまで仙台リセレクトで愛知の企業を紹介してきたんですけど、いかがだったでしょうか？ぜひ皆さんコメント欄で教えていただけたらなと思います。 LBS さんとのコラボ動画は今後も続くのでぜひ楽しみにしてください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。